裏白の木は、バラカ・アズキナ氏族の落葉香木。銅かの七釜土族に含められる場合もある。樹高は20メートルに達する。成木の樹皮は、開国褐色で、老木になると鱗片状に剥がれる。若い枝は、赤褐色、褐色、または、荒子色で、はじめ葉裏や果樹と共に白い綿毛が密生するが、後に、ほぼ無毛となる。葉は五生子、養身は、 卵円形、または口頭卵型で、長さ6から1 2トル、幅4から9トル、先端は二部頭、または A 頭、基部はくさび型から円形になり、円は大型の重居子がある。葉の裏面は白い綿毛が密生し、8から11体の側脈が目立ち、ほぼ直線的に車状支援に達する。傭兵は長さ1から2トルあり、 白い綿毛が密生する。花器は5から6月。枝先に複産防火錠を出し、白色の花を多数つける。花の小道は1から1.5センチメートル。小花柄は長さ5から7ミリメートルあり、白い綿毛が生える。学片にも白い綿毛が密生し、長さ3から4ミリメートル。花弁は円形で平ら開けし、5枚、表面の基部に白い難毛が生える。 湯水は約20個、火中は2個あり心側は豪着する。柿は10から11月。果実は梨状化で長さ9から14ミリメートル、幅8から11ミリメートルの東卵状大円型になり、皮目が目立ち、大色に熟す。種子は4個あり、長さ5から8ミリメートル、幅3ミリメートルの卵状大円型になる。葉の裏が白いので、裏白の木という。 材は、器具材、巻材などに利用される。本州、四国、九州に分布し、産地から鉱山まで生育する。ありがとうございます。